ボールとか左右とか左とか、これを今度はジャブを上下上下上ストレート下みたいな感じでやれば、一応コンビの練習できるんですよ。上そう下上で下のストレート、そうそう、まあ極端にこう倒れてきたら上ここで打つ、上極端に上で打つ、上下も逆にこのギリギリこの感じ、これやっぱ僕でもいいそうです。次また上ってなったら下打てばって感じです。本番だったら別に顔でやってもいいんだけど、まあ練習なんですよ。紐でいろいろできる。紐で。そうそう。で、上、下。そういうことです。要は、同じとこ打つよりも、その練習になるから、結局。はい。それを言いたいだけです。で、上、下、上、で、下。そうそうそう。そう、もう一回。上、下、上、はい、下。そうそう。とかっていうのを紐でも練習できます。そういうことですね。そうそうそう。そういうことですね。で、それを、ただそこに折って、そのままずっとそこでやってもしょうがないんで、上、下、上、ストレート、ジャブ、またくぐって、こうやってとか、どう、なんか、その、シャドウが、イメージしやすい。これを、しゃがみ込む一つの。そう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 、要は練習であるんで。ずっとこうやって移動するようなやつに。そういうことです、そういうことです、そういうことです。はい。いろいろ自分でなんか作っていけるんですよ。例えば、別にさっきのこのコンビネーションとかしょっとことを言ったんですけど、別にジャブ、上、下、上、くぐって、またこっぽいのとか、っていうのでも、いろいろ考えていける。別にそこまで、これっていうのはないですけど、形じゃなくて、そうそう、形じゃなくて自分でいろいろ考えればいいですけど、そうっす、これほっと偉いわそうっす、足を引くんで、はい、特に左行くのは偉い苦手なのかもしれない、うん、苦手やね、そうっす、左行くのが、うん、そうっす、で、くぐる、そうそうそう、いいっす、こっちはね、なんか行きやすい右は、そうそう、行きやすい、はい、そういうのとかも全然その繰り返す、要はこの、うん、そういう、そういう、そういう、はい、そういうことです、はい、そういうことです、慣れていけばそういうことです。紐をいろいろ使って、まああの最初はそのまあアッパーとか覚えたら、このアッパーもこれくぐった時にアッパー、またくぐった時にアッパーとかっていうのもできるんですけど、まあ今はそのいろいろやるよりも、あかん、まだアドバンテージをさ、こっちってやらんと僕はやる、まずジャブとストレートでいいんで、うん、ジャブとストレートをメインに、最初はつまらんけど、紐に対してこうしっかり、うん、あの打つと。で、なってきたらこっちくぐって、今度は右を前に行くのと、例えば後ろに行きながら右だけでもいいですよ。そういうのもいいんで、最初はもっと地味とですけど。なるほど。そうっす。まず、左足とジャブを 連動させないとね。そうですね。左足、あと、つま先を絶えずなんか前にしよう。もうね、意識しとしないかとこいっぱいですけど。いいですよ。あとこの1分半やってもらって、次、ミット打ちもそれ使ってやるんで。それを使ったら、どっち結構偉いんで。で、あと1分です。まあ、1分ではなんか、まあ、それなりに考えていただいて。でもなんか、そうそう。くぐる練習になるんで、沈み込む練習になります。これね。50秒、50秒。で、手が下がらないように、ほっぺたから。あと40秒です。あと30秒ですね。よっしゃ、あと4秒。